オーディオドラマフルメタルパニック踊るベリーメリークリスマス第10話ハンターキラー。休むな、走れ。ああ、もたついてるとアラストルたちに追いつかれるぞ。まったく、もう誰なのよこんな作戦考えたのは。君だって。君、おっと、ブルーズセブンより各位、これから甲板のジョギングトラックに出る。こちらを撃つなよ。目視できる敵は現在3体、いや今4体に増えた。チーム栄光は右舷側に回ってくれ。やっと着いたぜお二人さん。目の前が甲板への扉だ。うん、どっせー。早く二人とも外に。目標を覗く。アラストル先回りされたの。防弾衣装を確認。これより。こちらチームゴル、どうにか間に合った。ここは僕たちに任せて。カナメ、走れ走れ走れ。ヤンさん、ありがとう。こっちだチーム、急げ。ちょ、ソウスケ。ここは俺が足止めしとく。お前らは走れ、早く。クルツ君、止まるな千鳥、行こう。痛いって、ソウスケ引っ張れない。立ち止まってる時間はない。立て戦友、ゴールは近いぞ。戦友とか言うな。ほら行くぞ。もうなんてクリスマスかしら。何か言ったか千鳥。一年で一番ロマンチックな夜だ。喋っていると舌を噛むぞ。まったく、もうこっちだ、急げ。前世よ、きっとあんたか私どっちかが前世でひっどい悪党だったのよ。よくわからんが問題ない。問題大ありよ。私の青春は、17歳の聖夜はどうなるの。そうか、いかにも君らしい夜だと思うぞ。なぜ笑う。泣いてんだよ。対象を追従。囲まれちゃったね。対象者を捕捉、次の処理に移る。ウルズ1よりウルズ7へ。ほとんどのチームが弾薬切れだ。もはや援護はできない。幸運を祈る。ウルズ7、了解。女子をサーチの後、適宜処置。男子は速やかに排除。追い詰められたわ。ああ、予定通りだ。殺されちゃうかも。そうならないと保証したのは君だろう。ちょっと自信なくなってきた。今さら言うのか。今の音って、ウルズセブンだ。到着したな。ある。皇帝、配置に着きました。ずっと出番がないのではと心配していました。俺はそういう人間ぶった喋り方はやめろと何度も言っている。私はこういう危機的な状況の時こそジョークが必要だと何度も忠告してきました。無事に済んだら今度こそ解体してやる。残念ですが軍曹、あなたにその権限はありません。これより障害を解除する。来るぞ千鳥、伏せろ。ターゲットへの発砲を許可する。撃て撃て撃て。ラージャー、撃ち方やめ。やっつけたの。すべてのターゲットを完全破壊。命令を。
マスターモード4で警戒待機。 ECS 解除。ラーゼモード4ステイアラートレディ。 ECS オフ。ああ、あれソウスケの AS なんだよね。そうだ、上空のヘリに搭載待機させていた。おーおー、やられとるやられとる。さすがアーバレストってか。でも使ったのは頭部の機関銃だけだよ。対 AS 戦闘ではほとんど役に立たない低威力の武装だ。そいつでこの惨状だもんな。二人とも無事だったか。やっぱすごいのね AS って。あんなに手こずってたアラストルを一瞬で。ああ、見晴らしが良くなったな。そこのいかがわしい AS の後ろ姿が邪魔なことこの上ないが。はあ。軍曹殿、そのいかがわしい AS とは私とこの機体を指しているのでしょうか。推論してみろ。完了、結果をお知らせしますか。興味ない。ラージャ、私とこの機体が発揮した自律戦闘機能に対して評価があれば入力を。ご苦労だった以上。教育メッセージ、ご苦労だったの意味を教えてください。推論してみろ、それから命令するまで黙っていろ。ラージャ、不本意ではありますが。俺は黙っていろと言った。ラージャ。なんだ千鳥。変な二人だなって思って。ウルズワンよりウルズセブン、うまくいったようだな。彼女の作戦通りというわけか。はっ、敵は無力化しました。それよりチュウィ、伺いたいことが。そうよ、学校のみんなは。それにテッサは。またどうした、大丈夫か千鳥。カナメさん、何度もごめんなさい。でもうまくいったようでよかったです。テッサ大佐殿だと。どこにいる。今すぐ H21 の右舷側の通路に医療班を派遣してください。早くしないとセイランさんが死んでしまいます。テッサ、あなたどこに。 C16 の展望看板です。だけどきっともう間に合いません。ハリスは私を連れて救命ボートで脱出する準備を追いかけています。テッサ、ねえテッサってば。もしかしたらこれでもお別れかもしれません。だからソナラさんの、これ以上は。テッサ、シャークワンより各機へ進路240、進路300まで先行。プアハーデ・ダナンを3方向から攻撃せよ。超高速魚雷の使用を許可する。シャーク2了解。シャーク3了解。副機長、攻撃準備。はっ。目標射程距離内、セーフティーロック解除。よし、発射。たやすい、実にたやすい。続いてパシフィッククリサレス号にアドキャップ発射準備。アイサー。さーてどうするね、デューク。コンソナー、マデューク中佐、ジョライス3本。種類はわかるか。速度もだ。待ってください。バカな、早すぎる。おそらく100ノット以上。ブーリアだ。ブーリア、ソ連製の超高速魚雷だ。気泡の膜をまとってロケットモーターで推進する。情報部の仕事もたまには役に立つようだな。ですが副長、正体が分かったとしてもあの速度では振り切れません。いいかね、ゴダート隊員。もともと艦が魚雷を振り切ることの方がおかしいのだ。お騒ぎすることではない。しかし。慌てるな隊員。君が慌てると私はイラつく。私がイラつくと艦が沈む。残念ながら今回諸君に戦術の何たるかを伝授しながら戦う時間はない。考えずに従え、素早く忠実に。はい。結構では、進路045、30ノットまで増速。アイサー、進路045って、副長、それでは魚雷と正面衝突を。 FCO、 進路が045に達したら
3番の魚雷を発射しろ。ですが距離が、安全装置が。急ぎたまえ。アイサー、3番発射。機関始動、逆進最大、 EMFC 作動。フルリバース、 EMFC コンタクト。全員衝撃に備えろ。 FCO 冷静かね。はい。結構では、3番の魚雷を自爆させろ。今すぐ。アイサー。艦の被害は？ブーリアは？敵高速魚雷消滅してます。なんだと。次だ。逆進を停止。前進3分の2、進路067、潜望鏡深度まで浮上しろ。何が起きたんだ。どうして。残りの2発も同様のやり方で迎え撃つ。それからマグロックの準備を急ぎたまえ。バカな、ブーリアの弱点を知っているのか。弱点。一定の距離からの衝撃波を受けるとバランスを失い崩壊してしまう。超高速ならではの弊害。奴はそれを見抜いていたというのか。今の爆発で目標を完全に見失いました。隊長、我々はどうすれば。落ち着け。先に見つければこちらの勝ちだ。その部位を発射しろ。待ってください隊長。海上から何かが投下された模様です。これはマグロック対潜水艦ミサイルだと。いつの間に。シャークス、シャークス3、応答しろ。ダメです。撃破されました。バカな、ブーリアを迎撃した爆発音に紛れてマグロックを射出していたのか。全身全速、進路275。アイサー、このままだとこちらもやられるぞ。さあ全組引き上げましょう。あの客船には通常魚雷を発射済みです。最優先任務は完遂されます。それでは気が済まん。ダナンを仕留める。隊長、前方より自走機雷接近。すでにこちらの進路。待てよキャス、あの野郎。アドスリムの爆発音を感知。敵艦は撃沈。副長、敵は知っておくべきだった。私が指揮するこの艦をたった3機のちっぽけな水中戦闘機で倒そうとするのは、3人の歩兵が要塞に挑むようなものだとな。では副長は初めから。艦長がここにいれば同じようにしていただろう。もっとも彼女の命令なら君もここまで肝を冷やすことはなかったかもしれんな、ゴダート。いえ、その恐縮です。まあいい、こちらはゲームセットだ。大至急陸戦隊への回線を開け。あちらの方が今はまずい。客船に魚雷が向かっている。客船に肉薄する魚雷、連れ去られたテッサ、次々とピンチが要たちを襲う。立ち向かうソウスケとアーバレストに聖夜の奇跡は起きるのか。次回第11話、眠れない聖夜。陰気なヒョロメガネとばかりを持ってたが、やるじゃねえかデュークさんよ。